白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は企業の究極的な目的はというテーマのお話になります。で、今回のお話はですね、ベストセラーであるザ・ゴールという本に関してのお話ということになります。右側の方がですね、元々の本ということで、左側の方が、それの漫画版ということですよね。で、読書が、好きだという方であれば、実際のその右側のですね、原本、ですよね、原書を読まれたらいいのかなと思いますし、ちょっとページ数もかなり500ページ近くある大著なので、その要点が知りたい、分かりやすく知りたいということであれば、左側のですね、コミック版でも、はっきり言って話の内容は全く一緒なので、漫画版でもね、十分に学びを深めていただくことができると思います。いずれにしてもね、ちょっとこう日本人が持っている常識というのを180度大きく転換させる、まさに価値観の転換、パラダイムシフトをもたらすような、素晴らしい本なので、どちらでもですね、原書でも、コミック版でも、一読されることを、お勧めしたいというふうに思います。読まれている方もいらっしゃると思うんですけど、まだ、今から読むという方にとってはですね、ちょっと今回のお話っていうのは少しこう本の内容の、ネタバレが、かなり、含まれてはいるんですけれども、ちょっと私なりにですね、この本っていうのはすごく、学びの多かった、気づきの多かった本なので、内容の中に入りますけれども、お話を続けさせていただきたいと思います。で、そうした時に、ザ・ゴールですね、副題が企業の究極の目的とは何かという、テーマになっています。で、結論から言うと、この本で定義している企業の究極的な目的っていうのは儲け続けることっていうふうになってるんですね。企業の究極的な目的っていうのは、儲け続けることであるというふうになっています。もう直球中の直球ですよね。これ以上分かりやすい、ものはないっていうぐらい、単刀直入な、企業の目的ということになるんですけども、一言で言うと儲け続けることというのがこのザ・ゴールにおける、企業の究極的な目的というふうになっています。著者がですね、イスラエルの物理学、の、学者さん、なので、もうその中ね、回りくどい、ことではなくて、もう直球中の直球で、企業の究極的な目的は儲け続けることであるというふうに、しているということですよね。なんですけど、実はこれ分かりやすいだけではなくて、実際は真実っていうか、真理なんですよね。企業っていうのは、その所有者は誰が、所有者か、ね、所有、企業を所有しているのは誰かって言ったら、これ株主なわけです。株主が企業の所有者ですよね。で、株主が、結局求めていること、要するに企業の所有者である株主が求めていることっていうのは、はっきり言ったら企業がどれだけ儲け続けられるのか、企業のつまり利益の獲得能力ですよね。これを、はっきり言ったら見てるということになるわけです。今からこの企業っていうのは、この企業が経営をし続けると、どれぐらい利益を出すんだろうと、いうのを、見てるわけですよね。それの、数字にしたものっていうのが、いわゆる時価総額というものです。企業の時価総額っていうのは、一言で言うと、その企業の、利益獲得能力を、数値化したものなんですよね。この企業っていうのは、今からこれぐらいの利益を出すというのを、見越して、それをこう数字にしたものですよね。今後将来にわたってトータルでこれぐらいの利益を出すというのを、現在価値に割り引いて計算しているものが時価総額ということになるわけですよね。じゃあ、なんで株主は自分の大事なお金を企業株に投資するのかって言ったら、それは企業が今から利益を出してくれるっていうふうに期待しているからですよね。で、企業が利益を出しました、そしたらその利益の、一部っていうのを、配当として、受け取りたいということですよね。もしくはその企業の利益獲得能力が上がれば上がるだけ、その企業の所有権である株の価値も上がるので、売却益というね、そういう利益の得方っていうのも株主ができるということです。いずれにしても、その企業の、実力っていうのは、その利益獲得能力であり、結局その企業の、利益の一部を配当として受け取りたいっていうのが企業の所有者である、株主の考えなわけですよね。なので、実際ザ・ゴール、企業の究極的な目的、究極の目的は何か、それは儲け続けることだよっていうのは、はっきり言ったら分かりやすいだけではなくて、実は真実でもあるということですよね。で、ここまでだったらね、はっきり言ったらね、そんなにね、500ページ近い本を、読む必要はないんじゃないかと、はっきり言って言葉で言えば、結論だけで言えば、それで終わってしまうっていうことなんですけど、大事なのは
ですね、まあ、この本が、まあ、本当の意味でその、ね、日本人の 99.99% の方が持っている常識を、ね、こう180度根底から覆す、考え方、いわゆる価値観の転換、パラダイムシフトをもたらすのはその、ね、方法というか、まあ、基本的な考え方ですよね。じゃあどうやったらその儲け続けるっていう企業の究極的な目的を果たせるのかと、その考え方っていうのがすごく、まあ、学びの多いっていうか、すごく大きな気づきになる本だっていうことなんですよね。要するに例えば生産性っていう言葉がありますよね、まあ、日本もコロナが大変になる前は、ね、人づくり革命とか生産性革命とかっていう言葉が出てましたよね。日本は、ね、先進国の中で、まあ、はっきり言ってね、生産性が低い国なので、だから生産性を高めましょうと、特に日本の総人口が減少していく中で、一人一人のね、いわゆるこう労働者ですよね、働く人、生産者が減っていくんで、生産者が減っていく日本総人口減少社会の中では、じゃあ一人一人の生産性を上げていきましょうということで、生産性革命っていう言葉が使われていたりします。でこういった時に、まあ、生産性という言葉っていうのは一言で言うと、ね、常識的にはですよ、常識的には一言で言うと、ね、一人一人の生産性っていうのを意味することが多いわけですよ、まあ、例えばある方が1日8時間働きますと、そしたらその8時間でどれだけ付加価値をもたらすことができたんですかと、ね、例えば A さんという方がいらっしゃったら、その A さんは1日8時間お仕事しますと、でその8時間で一体社会に対してどれだけの付加価値をもたらしたんですかって言った時に、 A さんの生産性っていう風に考えるのが常識なんですよね。 A さんはね、1日8時間働いて、で、いくらの付加価値をもたらしましたと、1年でいくらの付加価値をもたらしましたと、で B さんは1日8時間働きますと、で1日8時間でどれだけの付加価値をもたらしました、で、1年間でどれだけの付加価値をもたらしましたと、まあ、そういうふうに普通生産性って言ったら1人がどれだけこう生産的であったかっていうのを考えるっていうのが、まあ、普通の生産性っていう考え方なんですよね。ところがこのザ・ゴールで提唱している考え方っていうのは、その1人当たりの生産性ではないっていうことなんですよ。あくまでも企業の究極の目的である儲け続けることに対してどれだけつながったかっていうのが生産性の基準尺度であるということですよね。で一体何が違うかっていうと、一言で言うと、あのね、木を見て森を見ずとかっていう言葉があったりしますけど、普通その一人一人の、ね、A さんの生産性、 B さんの生産性、 C さんの生産性っていう考え方は全部木なんですよね。一本の木を見てるわけですよ。一本一本の木を見てて、一本一本の木が素晴らしければトータルではそれを足し算したら立派な森になるはずだっていう考え方が従来常識的な生産性なわけです。ところがこのザ・ゴールっていう本で提唱している考え方っていうのは、あくまでも森からの逆算なんですね。あくまでも森からの逆算で、森を見た時に、森全体見た時に生産性が最大になる、つまり企業全体として生産性を最大化する、儲け続けるというゴールから逆算したその生産性っていうのをどういう考え方で高めていけばいいかっていう本なんですね。だから一人一人が生産的である必要はないし、これはちょっとね、一回聞いただけでは多分ね、なかなか腑に落ちない考えだと思うんですけど、ちょっとあまりにも常識的に常識と違いすぎるんで、腑に落ちない、落ちないというか落ちにくい考えだと思うんですけど、一人一人が生産性が上がれば上がるだけ企業全体としての生産性が下がるという考え方をとってるんですね。ちょっとこれは言い間違いではなくて、ね、この本で提案していることをそのまま言ったんですけど、っていう感じですよね。一人一人が生産的であろうと努力すればするほど企業全体は生産的ではなくなる、つまり非効率的になるというのがこのザ・ゴールの考え方です、ね、多分今2回申し上げたんですけど、多分それでもね、なっていう、ね、どういうことっていう感じだと思うんですよね。なのでちょっとこの声、ここをですね、今回は深掘りしてみたいと思うんですよね。 なので足し算じゃないってことなんですよ。 A さんが生産的でした、 B さんも生産的でした、 C さんも生産的でした。要するに1日8時間ね、一生懸命真面目にね、本当に頑張って働きました、みんながね、一人一人が一生懸命真面目に頑張って働きました、ね、だから全体として良くなりましたっていう
こういう足し算の考え方ではないと。むしろその足し算の考えを持ち続けている限り、企業はゴールから遠のくと。つまり企業の究極の目的である儲け続けることっていうことから遠のくんだっていう考え方なんですよね。でこれをちょっとね、この多分、ほぼ 99.99% の日本人にとっては非常識な考え方だと思うので、ちょっとここに関しての学びっていうのを今回は深掘りしてみたいと思います。例えばすごく簡単なお仕事の流れね、例えばそこで現場で3人の、ね、3つの、まあ、工程、業務工程っていうのをやってると、しますね。まあ一、まあ、このザ・ゴールっていうのは生産、業、ですよね。まあ要するに製造業ですよね。例えば自動車なら自動車を作る、製造業っていうのが、まあ物語の中心になっているんですけど、まあ、例えば A というね、作業がありますと。で次 B という作業がありますと。で次 C という作業があって、それで、まあ、例えば自動車なら自動車が完成するとしますよね。だから例えば C だったら、まあ、例えば組み立てっていう工程になったりするわけですよ、ね。だから、まあ、例えば A がプレスで B が、ね、色を塗って C で組み立てみたいな、まあ、例えばそういう、こう3つの工程があるとしますよね。で A という工程からが終わったら次 B という工程になって、で B という工程になったら次は C という工程になって、例えば自動車だったら組み立て工程があって、それで自動車が1台完成するというふうにするとしますよね。でそうした時に、普通の日本の常識だったら A 工程でお仕事してる人はもう A 工程のお仕事を一生懸命頑張りましょうっていう感じですよね。まあ要するに A 工程で働いてる人ですよね。まあすっごい、まあね、ちょっと分かりやすさっていうのは極論なので、ちょっと極論で言いますけど、ね、例えば A 工程を A さんがやってて、 B 工程を B さんがやってて、 C 工程を C さんが担当してるとしますよね。でまあ実際ですね、そんな大きな仕事をね、一人で担当してるのかどうかっていうね、ちょっとこう現実的な話はとりあえず置いといて、まあ、分かりやすさっていうのは極論なので、ちょっと極論でいきますけれども、 A 工程は A さんが担当してますと、 B 工程は B さんが担当してますと、で C 工程は C さんが担当してますとね、ってした時に、まあ、この ABC っていうのが3つ揃って1つのね、お仕事っていうのが完了するんだとした時にね、A 工程の A さんが、まあ、例えばね、1日8時間一生懸命真面目にお仕事をしますと。で、B 工程の B さんが1日8時間で一生懸命お仕事をしますと。で、C 工程の C さんが1日8時間で一生懸命お仕事をしますね。だから A さん、B さん、C さん1日8時間みんな一生懸命お仕事頑張ってます。それがいい会社っていうイメージですよね。そういう常識なわけですよ、日本の場合は。ね。なんですけど、それをザ・ゴールは否定してるんですね。ザ・ゴールが言ってるのは、ね、A さんが一生懸命頑張って、 B さんが一生懸命頑張って、 C さんが一生懸命頑張ると、会社全体としては生産性が落ちると、非生産的になる、非効率的だっていう話なんですよね。なんでなのかっていうことなんですけど、これは A と B と C でそれぞれね、かかる時間とかお金とかが違うからってことなんですよね。なので、まあ、例えばですよ、1日8時間、A さんも1日8時間働いて、B さんも1日8時間働いて、C さんも1日8時間働くとしますよね。で、A さんは A という仕事を完了させる。B さんは B という仕事を完了させる。で、C さんは C という仕事を完了させると、したときに、A さんは、まあ、例えばですよ、1時間で自分の担当している仕事を1つ完成させられるとします、ね。A さんは1時間で1個完成させられるとしますよね。そしたら8時間だったら 1日で8個、ね、8つの、ね、仕事を完了させることになります。で、B さんは1つの仕事を終わらせるのは2時間かかるとしますよね。A さんと B さんはやってる仕事が違いますから。A さんと B さんはね、A さんは A という工程の仕事をし、B さんは B という工程の仕事をしてて違う仕事をしてますよね。だから B さんは自分の仕事を1つ完了させるのに2時間かかるとしますよね。そしたら8時間働くんだけど、1個完成させるのに2時間かかるわけですから、8÷2 で、まあ結局1日で4つの仕事を完了させるっていうことになります。で C さんはね、一番最後のね、最終工程の仕事を している方ですけども、この方はね、1個の仕事を完了させるのに4時間かかるとしますよね。
4時間かかる。たったその C さんが、まあね、自分が担当している仕事を1単位、完了させるのに4時間かかるとしますよね。そしたら、ね、結局8時間のうち、ね、1個完成させるのに4時間かかるわけですから、1日で2つしか、完成させることができないということになります。なぜかって言ったら C さんは A でもなく B でもなく C という別の仕事をやってるからっていうことになるわけです。そしたらどうなるかっていうと、結局このか、例えば会社が A という業務が終わったら B という業務をやり、 B という業務が終わったら C という業務をやりますと、ね、そしてこの C という業務まで終わって初めて、ね、例えば、製品が完成して、まあ、例えば売上につながりますと。で A とか B という仕事は、ね、どれだけ終わったとしてもそれは1円にもならないと。 C という、完成品が完成してそれが売れて初めて、売上が上がって企業の目的である儲け続けることにつながるとしますよね。でそうしたら、ね、結局じゃあこの会社って1日で結局いくつの仕事を完了させることになったのかっていう話なんですよ、ね、こう会社全体ですよ。 A さんは8つ、 B さんは4つ、 C さんは2つ完了させたわけですけど、会社全体としては結局1日8時間でいくつの仕事を完了させることになりましたかって言ったら、これは2つなんですよね。つまり C さんの最終工程が完成した2つが企業全体が完了させることができた仕事、業務だっていうことになるわけです、ね、繰り返しになるんですけど、まず企業の目的は儲け続けることですと、ね、それにつながったものが生産性ということなんですよね。だから結局完成品じゃないと売れないんで、途中の途中部品では。だから結局 C さんが終わらせることができた2つが会社全体として終わらせることができた業務っていうことになるわけです。ってなると A さんが真面目に一生懸命働きました、だから8個仕事を完了させた、 B さんは真面目に一生懸命仕事をさせた、しました、だから4つ完成させたっていうのは、企業全体としてはプラスがないんですね。むしろマイナスでさえあるということです、ね、プラスであるどころかむしろマイナスでさえある、あるということなんですよね。これどういうことかというと、例えば A さんがね、もう全力で頑張りましたと、ね、ものすごい一生懸命頑張りましたと、ね、だから自分が、ね、マックス8個仕事を完了させました、それを B さんに渡しますと。渡したんですけど、 B さんはどんなに頑張っても4つしか終わらせられないんですよ。ってことは A さんが8個 B さんに渡したとしても、ね、4つしか終わらせられないんで、4つ仕事が溜まってしまうんですよね。でこれが例えばザ・ゴールっていうのはね、分かりやすく製造業、例えば自動車を作るとか製造業がテーマになっているんですけれども、ね、これだったら、まあ、はっきり言ったら A さんが終わらせたものっていうのが B さんの前で在庫としてたまるわけですよ。 A さんは8個部品を渡しました、だけど B さんが処理できるのは4つなんですね。4つしか処理できないんで、4つは在庫としてたまってしまうわけです、 B さんのところに。で B さんは4つを終わらせたんですけど、今度は C さんに渡したら、 C さんは1日で2個しか完成させられないわけですよ。やってる業務が違いますからね。なので C さんはどんなに頑張っても2つしか完了させられないってことは、 B さんが頑張って4つ渡してくれたとしても C さんの前で2個在庫が溜まってしまうわけです。だから A さんが頑張れば頑張るだけ B さんの前に在庫が溜まり、 B さんが頑張れば頑張るだけ C さんの前に未完了の、ね、在庫が固まって、溜まってしまうということです、ね、そうすると在庫っていうのは当然ね、時間とかお金とかの、まあマイナスになりますよね、ミスになるわけですよ。要するにだって C さんが完成させたその完成品しか売ることができないわけですから、ね、だから途中の、まあね、いわゆるこう仕掛かり品では売れないわけですよね。そう、仕掛かり品の在庫がどんだけ溜まっていったとしても、それは、ね、費用にしかならないわけですよ、ね、費用にしかならないわけです、ね、在庫っていうのは、ね、決算書では資産に計上されますけど、実際は負債なんですよね。それは、ね、売れないし、ね、その途中部品の、ね、仕掛かり品の状態では売れないし、もしこの会社が潰れたっていうことになると、はっきり言ったら廃棄しないといけないから、ね、負債なんですよね、実際はね。だから A さんが頑張れば頑張るだけ B さんの前に在庫が溜まってしまう、すなわち、ね、お金の、ね、支出が増えてしまうわけですよ、ね、在庫ができたってことは、ね、それはその在庫を作るための部品
品代っていうのを買ったっていうことに なってしまうので、だから結局支出がどん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 増えていってしまうわけですよ ね。で B さんが今度はどんなに頑張って 4つ作ったとしても C さんは2つしか完成させられないわけですから、ってことは C さんの前にどん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  B さんが頑張れば頑張るだけ C さんの前に在庫がどん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 積み上がっていってしまうわけです。製造業とかは目に見える部品っていう形でね、もう目に見える在庫っていうのが溜まっていってしまう。で在庫っていうのは当然そのね、原材料とか部品代とかっていうのがかかるわけですから、支出がどん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 増えていってしまうということになるわけですよね。でそうすると企業の目的っていうのは、ゴールっていうのは、究極的な目的っていうのは儲け続けること、だけど A さんが頑張り B さんが頑張れば在庫がどん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 溜まっていってしまうので、支出がどん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 増えていってしまうわけです。だからザ・ゴールであるね、企業の究極的な目的から逆に遠のいてしまうっていう矛盾が起きるということなんですよね。これが一番大きなパラダイムシフトだと思います。なので結局このね、3つのお仕事 A から B、B から C というこの3つの工程から成り立ってる、企業っていうのが、ね、1日で結局その企業のゴールである儲け続けることにつながった本当の意味での業務っていうのは2つなわけですよ。でその2つってどこが決めるんですかって言ったら A でもなければ B でもなくて C 工程が決めるっていうことになるわけですよね。これをいわゆるボトルネックっていうふうに言ってるわけです、ね、結局 C がいくつ完成させることができたかがすなわちその企業の生産性なわけです。 A とか B がどれだけ頑張ったのかっていうのははっきり言ったら関係がないってことなんですよね。頑張れば頑張るだけむしろ在庫がひたすら積み上がっていってしまうという矛盾が起きるということです、ね、なので A は A で、ね、1人当たりの例えば A 工程を担当している A さんの、ね、1人当たりの生産性を高めるってことには意味がないってことなんですよ。で B さんが B 工程を担当している B さんの1人当たりの生産性を高めるということは意味がないんですね。全体で見たら何をしなければならないかって言ったら C 工程を改善できるかどうかに全てかかっていて、 A さん B さんは C 工程が改善されないんだったらむしろ休んでたり、まあ極論ですよ、分かりやすく極論遊んでた方がまだマシだってことなんです。なんでかって言ったら在庫がたまんないからですよ ね。在庫っていうのはそう原材料代とか、ね、部品代とかやっぱり支出が出てきてしまうわけですよ、ね、だからどうせこの企業っていうのはこの状態のまんまだったら2個しか完成させられないんだったら、だったら A さんも2個 B さんも2個 C さんも2個の方がはっきり言ってね、溜まって在庫がたまっていかなくて仕事がスムーズに流れていくわけですよね。 A さんは本気でやれば8個作れるんだけど、それをあえて2個、 B さんも本気でやれば4個作れるんだけどあえて2個で C さんに合わせていく。そしたら A さんが2個作って B さんに渡し、 B さんが2個作って C さんに渡し、で C さんが2個完成させれば、結局、まあ、そこには少なくても在庫のたまりはない、つまり原材料代とか部品代の支出はないし、ね、はっきり言ってその、ね、C さんの前で、ね、その未処理ですよね、未処理というか未完了の業務っていうのがたまることがなくて、まあ、スムーズに流れるという考え方になるわけです。だから A さん B さんはもしボトルネック C っていう工程が改善されないんだったら極論休んでたり遊んでたりしてもいいということですよね。で日本にはこの考え方はないわけですよ。日本にはこの考え方はない。 A さんがもし休んでたりね遊んでたら何やってるんだって怒られますよ ね。 A さん何やってるんですか、1日8時間の間で、ね、そんな、ね、暇そうにしてて休んでて、ね、遊んでて何やってるんですかみたいなっていう風になるわけですよ。だから A さんは、ね、結局、ね、1日8時間一生懸命働かないといけないと、 B さんも一生懸命1日8時間働かないといけないということですよね。でも実際全体を見て木を見るんじゃなくて森を見た場合は、全体を見た場合は実は A さんはね頑張ってこのボトルネック C が改善されない限りははっきり言って休んでたり遊んでた方がいいっていうことなんですよ、会社全体としては、ね、だってその会社の社長からすると A さんが仕事を1日8時間やろうが2時間しかしなかろうが払う給料って一緒なわけですよね、極論ね。 A さんが働こうが休もうが、ね、もう給料は払うわけですよ、同じ金額、ね、だから会社全体の生産性が上がってないのに A さん
一人の生産性が上がっても意味がないんですよね、基本的には。だから休んでてもいいし遊んでてもいいっていうことになるわけです。でこの考え方っていうのを、ねは日本の常識にはないんですけど、これを踏み落とすことができると、もう全然会社全体の生産性っていうのは変わってくるということですよね。なので結局じゃあどうしていけばいいのかっていうことなんですけども、まず1番ボトルネック、今回は C です。これは必ずしも最終工程っていう、ことではありません。たまたま今回は最終工程の C を、まあ、ボトルネックっていうことで例えたんですけど、これはボトルネックが B の場合もあれば A の場合もあります。要するにその会社で最も、まあ、足が遅い、工程ですよね。でその一番足が遅い工程が会社全体の一番パフォーマンスを決めるということです。だからボトルネック、今回で言えば工程 C をまずどのように活用するかを決めましょうということです。大事なのは A と B じゃない C だということですね、今回の場合で言えばですよね。なのでまずボトルネック C はもう絶対休ましちゃダメだっていうことなんですよ。それは C さんを休ましちゃいけないって話じゃなくて、 C 工程 C っていうのを休ませちゃいけないってことです。工程 C が1時間休んだってことは、これ会社全体が1時間休んだってことなんですよね。たとえ A さん B さんが仕事してたとしても、 C 工程が1時間休んだってことは会社全体が1時間休んだってことになるわけです、ね、もし A 工程 B 工程でみんなが一生懸命頑張って仕事してたとしても、 C工程が2時間休んだんだったら、それは会社全体が2時間休んだってことになるんです。なんでかって言ったら、 C 工程がボトルネックであり、 C 工程の、ね完成させられたものが会社全体で完成させられたものなので、だから C 工程は休んじゃいけないわけですよ。 C さんが休んじゃいけないってことじゃなくて、 C 工程そのものは必ず動いてないといけないってことですよね。極論1日24時間365日ボトルネックは動いてた方がいいということです、ね、だからそのね機械だとかロボットだとか、もしくはインターネットクラウド上の仕組みシステムだとかっていうのをフル活用して、あ、うちの会社ってボトルネック C で全部決まるんだと、 A じゃない B じゃないと C だと、 C が、ね、どれだけ生産的であったかどうかで会社全体のパフォーマンスが変わるんだというのが分かれば、ね、まあ、C 工程は絶対休ましちゃいけないっていうことになるわけです。もう C 工程だけはずっと働いていけな い, いないといけないということですよね。 C 工程が休んでしまうと、たとえ A 工程 B 工程が仕事してたとしても、会社全体としては休んだということになってしまうということですよね。なのでまず1番ボトルネック工程 C をどのように活用するかということで、まずはとにかく休ませないということですよね。ずっと働かせ続ける必要がある。それは人なのかロボットなのか、産業用ロボットなのかセンサーなのか、インターネット上の仕組みクラウド上のシステムなのか、それは別としても、もし自分の会社の、ね、生産性を決める工程が C であるというのが分かれば、その工程 C は絶対休ましちゃいけないということになります。で2番他の工程ですね、工程 A と工程 B は工程 C の活用方法に業務を合わせる必要があるということです。もし C が、ね、8時間で2つしか完成させないんだったら、それに合わせる必要があります。だから B は本当は 4つ作れるんだけど2個しか作らないと、で A 工程も、ね本当は8つ作れるんだけど2個しか作らないということをする必要があるということですよね。だから A 工程 B 工程っていうのは、ね、一生懸命頑張っちゃダメだっていうことなんですよね。頑張れば頑張るだけ在庫が溜まって、逆に会社のゴールである儲け続けることっていうことから遠のいてしまうと、ね、それは支出を増やして在庫を増やしてしまうっていうことになるということです。だから C が2なんだったら B も2で A も2にしないといけないと、ね、他の工程 A と工程 B は工程 C の活用方法に業務を合わせる必要がありますということですよね。でボトルネック工程 C の能力を高めるということです。まず1番で C は例えば休ませない、 B、2番で A と B は C に合わせましょう、で3番はねC をじゃあ1日2個じゃなくて3個にするにはどうすればいいか、 C を2個じゃなくて4個にするにはどうすればいいかっていうことで、ボトルネック工程 C の能力を高めていくっていうことをするわけですね。例えば C 工程は C さん1人じゃなくて、ね、新しい新規採用で D さんっていう人も C 工程に入れるとか、ね、C さん D さんを交代制にして、ね、C 工程をとにかく人員を補充するとか、もしくは A 工程 B 工程の A さん B さんは、ね、はっきり言って1日8時間働かなくていいわけですよ、逆に
ね、A 工程の A さんは8個作れるんだけど2個しか作らなくていいと、 B 工程の B さんは、ね、4個作れるんだけど2個しか作らなくていいっていうんだったら、じゃあ空いてる時間は C 工程の、ね、手伝いに行くっていうふうに、もう例えばシフトを組むとかね、っていうことをするとか、もしくはもし機械設備を導入するとか、いわゆるこうネット上の仕組みシステムを導入するっていうんだったら、 A、B、C 均等に働く仕組みシステムを導入するんではなくて、 C を増強するためにこそ、例えばロボットだとか、仕組みシステムっていうのを入れるっていう、必要があるということですよね。そして C は今まで1日2個だったのが1日3個になったってなると、それは C しか改善されてないんだけど、結果的には会社全体の改善につながっているわけです。つまり生産性が本当の意味で向上したということになるわけですよね。でこれをこうとにかくぐる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 やり続けるっていうのが、まあ、会社で言えば、まあ、経営努力であり、企業の目的である儲け続けることにつながるという、テーマなんですよね。でこれがね、多分なかなかですね、まあ、今回、一生懸命お話ししてるんですけど、多分感覚的に腑に落ちるっていうのは相当時間がかかるかなと思います、ね、あの A さんとか A 工程で働いてる A さんとか B 工程で働いてる B さんがね、休んでたり極論遊んでた方がいいとかっていう考えっていうのは多分日本人にはないと思うんですよね。日本人って本当に多分世界の中でも有数なぐらい有数の真面目で勤勉な、国ですよね。もともとその家庭教育とか学校教育でも、ね、休んでた方がいいとかね、遊んでた方がいいとかっていうのは、まあね、そういう教育っていうのは受けたことがないはずなんですよ。常になんかね、まあ、例えば学生だったらいつもなんかね、無駄時間なく、ね、常になんか勉強してた方がよくですよね。でお仕事だったとしても、例えば自分の勤務時間が1日8時間って決まってんだったら、8時間は本当にね、まあ、休むことなくサボることなくずっとなんか仕事をしてた方がいいと、ね、なんか忙しいことの方が大事で、ね、忙しくしてないといけないっていう、なんかそういうね、ちょっとこう脅迫観念にも似たような感覚っていうのが、まあ、ほとんど 99.99% の日本人にはあるわけですよ。だから本当は手が空いてるのに、手が空いてるようにしては、ね、いけない、なんか仕事をしてるように、しないといけないと、ね、とにかく1日8時間だったら8時間ね、とにかく仕事をし続けないといけないし、忙しそうにしてないといけないっていう印象があるんですけど、実際はそうじゃないっていうことなんですよね。ボトルネックを休ませちゃいけない、ボトルネックだけはとにかく一生懸命仕事しないといけないんですけど、ボトルネック以外であれば極論休んでてもいいし、ね、遊んでてもいいって話なんですよね。その感覚っていうのがすごく、大事っていうことになるわけです。それは木の一本一本の木の生産性を最大化させるっていうことではなくて、森全体の生産性を上げるっていうことなんですよね。でこれが例えばまあね、その ABC っていうのが例えば自動車の、ね、製造組み立てではなくて、別の例で例えたならば、例えば A 工程っていうのが製造ですと、 B 工程っていうのは集客ですと、見込み客を集める集客ですと、 C 工程は販売ですと。だから作って見込み客の方を集めて売るというのが ABC、ね、製造集客販売っていう例えば工程だった時に、じゃあその会社全体の工程の中でどこが、ね、ボトルネックになってるんだというのをまず見る必要があるわけですよね。どこがボトルネックになってるのか、どこが、結局そのうちの会社の売り上げを、まあ、止めてるのかストップさせてるのかっていうのを見る必要があるわけです。で例えばですよ、例えば、まあ、一番最後の販売工程ですよね。ここが、まあ、結局、ね、ボトルネックだと、要するに、まあ、例えばこのね、販売工程が例えば1ヶ月で、まあ、100個だったらもうね、100、それ以上はね、どんだけ A と B が頑張っても C は100しか売れないとかっていうんだったら、例えば C の販売っていうのがボトルネックだということですよね。そしたら C をそのまま放置したまんま A と B が頑張ったらマイナスだっていう話なんですよ。 C は、まあ、例えばそのね、まあ、例えば営業マンの数なのか営業の仕組みシステムなのかはともかくとして、とにかくもう限界まで頑張って販売が1日100個しか売れないのに、ね、売れないのに A は A で一生懸命頑張りますと、ね、とにかく製造製造製造で頑張りますと、で B はね、ひたすらひたすら集客集客集客で見込み客を集めますと、でも C は営業マンの数だとか営業システムの関係でどう頑張っても100個しか売れないっていうので C がボトルネックになってなんだったら、 A の製造が頑張れば頑張るだけどん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 在庫が溜まっていってしまうって話ですよね。そしたら当然ね、その在庫が溜まれば、ね、結局支出が増えていってしまうわけですから、会社のゴールである儲け続けることっていうことから遠のいてしまうわけです。で B も、ね、C はどんなに頑張っても、ね、100個しか売れない
のに、それでもひたすらひたすら見込み客を集めるってことになると、今度は広告宣伝代が無駄になっちゃうわけですよ。だってどんなに人を集めたとしてもね、売れる数がもう決まってるっていうんだったらね、そう、売れる数の範囲内しか集める、あ、集めちゃダメなんですよね。なんだけど、いや自分たちは B だ、見込み客集めたマーケティングだと、いうことでマーケティング部が一生懸命頑張って集めて集めて広告宣伝いっぱいいっぱい使えば、会社全体の支出っていうのが増えていってしまうので、だから会社のゴールである儲け続けることから遠のいてしまうわけですよね。 C が100って言うんだったら B も100売れるだけの見込み客を集める必要があり、 A はその、ね、売れる100個分だけ製造するっていう風に合わせないといけないわけですよね。だから当然 A とか B っていう工程には余裕っていうのが生まれやすくなるということになるわけです。だから例えば製造 A、B、C で製造、集客、販売だったら、例えばボトルネック C、販売をどのように活用するのかっていうのをまず決めましょうと、ね、いうことですよね。で、そして他の A、B ですよね。製造、集客は、ね、C の販売工程に業務を合わせる必要があるということです。そしてその上で C 工程の能力を高める。例えば販売だったら、例えば営業マンを増やすだとか、営業ツールを入れるだとか、ね、そういう、こうね、新しい、ね、もっと効率的に営業ができる、ね、仕組みシステムの活用を図るとか、まあ、とにかくその C 工程の、ね、能力を高めて、 C 工程の能力が100個から200個に高まったら B と A もそれに合わせていくっていうことをやらないと、会社全体の、まあ、企業の目的である儲け続けることっていうことにいかないと、つまり本当の意味での生産性が向上しないということですよね。で、まあ、最後の例として、例えばこれがじゃあね、組織だというふうに考えたときに、 A、B、C というのが例えば組織ですと、 A が社長ですと、 B が管理職です、 C が現場ですというふうにするとしますよね。 A が社長ですと、 B が管理職ですと、 C が現場ですとって言ったときに、じゃあ例えば A の社長の仕事は意思決定ですと、ね、決断、やるやらない、もしくは撤退するしない A の意思決定ですと、A 工程は社長で、これは意思決定の工程ですと。で、B は管理職で、例えば計画立案ですよね。その実際に計画を作る。例えば年間計画、月間計画、もしくはそのね、ガントチャートみたいなものを作ると。まあ、計画立案工程ですと。で、C は実際にやるっていう現場工程ですというふうになった時に、ね、ボトルネックどこなのか。それは会社によって違うわけですよ。ね、ある工程、ある会社だったら現場がボトルネックで、結局現場の、ね、生産能力までしか、実際会社は、今は売上が上がらないというふうに、まあ、例えば現場の C っていうのがボトルネックになっている場合もあるわけですよね。逆に、B の管理職っていうね、管理に、集中している管理職が、まあ、例えば、人数が少ないとか弱いということで、その会社は計画がなく、ね、行き当たりばったりですというので、まあ、B がボトルネックになっているかもしれないわけですよね。もしくは A ですよね。社長のところにいっぱい決済事項が溜まっていて、ね、もうとにかくね、B、逆に C から B に報告連絡相談、ほうれん草が行って、B から A に報告連絡相談、ほうれん草がいっぱい行って、もう A の前には、要するに社長の A の前には、いっぱい決済事項が、まあ、未決済の事項がいっぱい溜まっているということになると、今度は A の社長がボトルネックになっているという可能性があるわけですよね。だから全ての会社でね、A がボトルネックになっているとか、B がボトルネックになっているとか、C がボトルネックになってるっていうのは、その会社によって違うわけですよ。で、だけどどこかで、ね、その業務が止まってて、どっかがまあ一番足が遅い工程になってる場合があるわけです、ね、そうした時に、ね、例えば C がボトルネックになってると、ね、今はね、抱えてる現場業務いっぱいありますと、ね、抱えてる現場業務がいっぱいありますと、だから C がボトルネックになってますと、ね、終わってない仕事がいっぱい溜まってるんですっていう状態で、A の社長と B の管理職がたくさん仕事しちゃダメだってことなんですよ、ね、A の社長がいっぱい仕事して、ね、いっぱいアイデアを思いついて、いっぱい決めてね、いっぱいアイデアとして提案して、 B が、ね、とにかくどん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 サク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 計画を作っていったとしても、肝心要の C 工程はもう詰まってるわけですよ。終わってない仕事がいっぱい溜まってるわけですよね。ってなると、A の社長が頑張って B の管理職が頑張れば、C の前にね、やらなければならない仕事っていうのがどん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 積み上がり続けて
しまうということになるわけですよね。まあ、こうなると会社は、ね、生産性が落ちるということになるわけですよね。流れがスムーズにいかない。 A はひたすらひたすら B に仕事を渡して、 B はひたすらひたすら C に仕事を渡すんだけど、 C の前で、ね、未決済未完了の仕事が全部溜まっていってしまって、結局会社の、ね、利益につながらない、売上につながらないということになってしまうわけです、ね、当然 C が、ね、C 工程の現場の C 工程がやらなければならない業務をたくさん抱えれば抱えるだけ、ね、ミスとか漏れとか不注意とかっていうのがいっぱい出てくるわけですから、だから結果的に会社のゴールである儲け続けることっていうのから遠のいてしまうということですよね。だからもし C 工程の現場がボトルネックだっていうんだったら、 A と B は頑張っちゃダメだってことなわけですよ、ね、極論休んだり、ね、もう A の社長で言えばね、遊びに行くとか、ね、もういない方がいいと、会社にね、もう社長がいると、ね、C の仕事が完了してないのにどん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 新しいアイデアとかね、新しい企画とかがね、現場に投げ込まれてしまうんで、 C も現場が混乱してしまうわけですよ、それぐらいだったら A はもうはっきり言って会社にいない方がいいというぐらいのことなわけですよね。で、日本企業はうまくいってた時っていうのは、バブルの頃とかっていうのはそれやってたわけです。だから社長会社にいないで遊びに行ったり旅行に行ったりね、ゴルフしに行ったりしてたわけですよね。だからそれは逆に全体最適ですよね。こう部分部分の部分最適ではなくて全体最適っていう意味ではむしろ合理的だったっていう話なわけです。で、これ逆もあり得ます。逆もあり得て、今度は社長がボトルネックになってる場合もあるわけですよ。ね、要するに、まあ、例えば今のね、行政組織とかっていうのはまさにそうだと思うんですけど、ね、例えば A が、ね、例えば内閣総理大臣で、 B が内閣官房で、 C が、ね、各省庁だと、したときに、各省庁から、ね、その各、ね、内閣官房に、どん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 ほうれん草報告連絡相談が行って、でその B の内閣官房から A に、どんどん内閣総理大臣にどん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 報告連絡相談が行けば、まあ、結局決裁待ちみたいなのがいっぱい溜まっちゃうわけですよ。いや、これは総理の決裁待ちです、これは総理の決裁待ちです、これは総理の決裁待ちです、みたいな感じでいっぱい溜まっちゃうわけですよね。ってなると、まあ、結局もうね、どん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  C と B が一生懸命仕事して一生懸命ほうれん草をするがするだけ、 A の前に未決済事項というのが溜まってしまうんで、結果的にはその組織全体のパフォーマンスが落ちるということが起きるわけですよね。で、その時は、まあ、はっきり言ってその決済が A による、まあ、例えば総理大臣なのか会社の社長なのかともかくとして、でその社長の決済が全部こうすっきり全部終わるまでは B と C は頑張っちゃダメだってことなんですよね。まあ、休んだり、ね、まあ、極論遊んでも、いいということですよね。もちろん会社の社長からして B の管理職が遊んでるとか C の会社の、ね、社員が遊んでるってなると、今までの従来の考え方価値観常識だとね、何やってんだみたいな、ね、あなたたちは給料もらいながら遊んでるってどういうことだみたいな感じになりがちなんですけど、それはまさに木を見て森を見てないっていう状態なんですよね。ボトルネックが改善しなければ結果的には他の工程は頑張っちゃダメなわけですよ、ね、どん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 ね、終わらない未決済のものが増え続けてしまうんで、なので結局 A が、まあ、例えば今回社長の意思決定っていうのが A がもしボトルネックだっていうんだったら、 A の社長決裁が全部終わるまでは B と C は頑張っちゃダメだってことなんですよね。まあ、だからまあよくね、まあ待っとかないといけないっていう状態なわけですよ。だから極論休んでてもいいし遊んでてもいいということですよね。それで全然会社の業績っていうのは変わんないってことですよね。まあ、そのB 工程 C 工程で働いてる人たちの給料はもう固定で変わんないわけですから、だから B の人たちが一生懸命働く働かない、 C の人たちが一生懸命働く働かないっていうのは、もし A がボトルネックだった場合は関係ないわけですよ。 A で仕事が溜まってるんだったら A をとにかく解決しないといけないわけですよね。で、 A のボトルネックの工程 A の能力を とにかく高めていくっていうことをしていかない限り、だから A 工程にだけ例えばそのね、人員を配、ね、もっと増やすとかね、もっと効率的に意思決定できる決済仕組みシステムを入れるとかっていうことをしないといけないということです、はい、なので、まあ、まとめると、まず、こう企業の目的は何かっていうことでいけば、まあ、このねザ・ゴールという本に、入するならば、もう企業の究極の目的は儲け続けることであると。で、生産的かどうかっていうのはこの究極のゴールである、ね、儲け続けることに対してプラスの貢献があった場合に初めてそれは生産性が高い、つまり生産的であったと。
ということが言えるということですよね。だから生産的っていうのは一人当たりで見てはいけないっていうことなわけです。一人当たりで ABC で A さんがどれだけ生産的だったか、 B さんがどれだけ生産的だったか、 C さんがどれだけ生産的であったかっていうのを見てはいけないっていうことなんですよね。あくまでも全体として、例えば企業なら企業全体として、ね、生産的であるっていうことを考える必要があり、そのためにはまずボトルネックをどのように活用するのか。ボトルネックは絶対休ましちゃいけないと。人員を足すならばボトルネックに人員を足さないといけないし、交代制にするんだったらボトルネックに、ね、結局シフトを組まないといけないし、もし仕組みとかね、機械、例えばロボットとかセンサーとか機械設備を、設備投資するとか、もしくはネット上の仕組みシステムを入れるっていうんだったらボトルネックに、そこ投入しないといけないということですよね。そして、ね、そのボトルネックに合わせて残りの工程は、業務を行っていくということをするということですよね。だから頑張ればいいってもんではないということです。流れをスムーズにして、ね、ミスとか漏れがないよう なスムーズな流れにして、で無駄な、ね、未決済未完了の仕事をためない、無駄な、ね、在庫をためないっていうことが大事だということです。あとは、とにかくもしこのボトルネックの生産能力さえ高まれば、ね、業績が上がるっていうんだったら、そのボトルネックの能力っていうのを高めていくと、それをずっとこう、ね、改善努力っていうのをし続けていくと、本当の意味での企業全体の生産性が向上し、結果的に企業の究極的な目的である儲け続けることを達成することができるというお話です。はい、ということで毎日更新の励みになっています。高評価並びに、チャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。株式投資で資産を10倍に、する方法など4大特典をプレゼントしています。メルマガ登録にてお受け取りいただければと思います。はい、今回の動画も最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。